ゴーストハンターレイム。はあ、毎日暑いわね。こうジメジメっとしてると何にもやる気が起きなくなるのよ。場合、ジメジメしなくても一緒だと思う。半人半妖って体温が低いんでしょ？あなたにはこの暑さがわからないからそういうのよ。低くてもこの湿度はたまりませんよ。それにこの暑い中、欲しいものを買うために何時間も外で並ぶ人たちもいるんですから。ゴロゴロしまくっているのはどうかと思い、鈴、はい、内容はそう。では私はこれで。ゆゆこからね。ま、何これ。ってこれだけなら用務に伝言を頼めばいいじゃない。と何夜なら少しは涼しいし、忘れてなければ言ってあげようじゃない？行くわよ。白玉楼に。白玉楼の近くまで来たのはいいんだけど、どうしてこんなに幽霊がいるのかしら。しかもゆゆこの手紙はこれを予知してのものだったみたいね。いいわ、暑い夏を吹き飛ばすお化け退治よ。全部浄化していってやろうじゃない。えいえい、あ、えい、えい、えい、やあ、あ、やあ、えい。やけに幽霊が威勢よく襲ってくるわね。これって怨霊よね。やけに幽霊が威勢よく襲ってくるわね。これって怨霊よね。
いつもと雰囲気が違う。ちょっと悪ふざけが過ぎるんじゃないの、ゆゆこ。で、いつもと雰囲気が違う。ちょっと悪ふざけが過ぎるんじゃないの、ゆゆこ。いつもと雰囲気が違う。ちょっと悪ふざけが過ぎるんじゃないの、ゆゆこ。もうダメ。